11月28日、中区千田町の広島県立図書館で、サイバー犯罪被害を防ぐ法律講演会がありました。これは広島県立図書館と法テラス広島が共催したもので、館内で行われている展示会と関連して行われたものです。およそ30人が参加した講演会の講師は、法テラス広島スタッフ弁護士の川島翔太さん。現在、インターネットやスマートフォンが普及し、ネット上での犯罪が多発していることから、ゲームやアプリなどを使用する場合は、性能や約束事を把握して使うことや、被害者ではなく加害者になってしまう可能性などを指摘しました。ゲーム内のアイテムとかそういったものを買ってしまう、掲載したことに、ブログとか日記に掲載したことによって、例えばですね、本人の居場所が分かってしまって、離婚とかしてですね、 DV とかにあってですね、逃げている人がいるんだけれども、たまたまと違う友達と会ったら、友達がそういうことを知らずに、悪気はなくてもですね、ブログなどにアップしてしまうと、あ、そこにいるんだと、どこどこ行っている、近くに住所をバレてしまう。基本的にその、どこどこ、いついつ、どこどこに来ましたっていうのは、自分だけじゃなくて、人の情報まで出してしまうことになりますから、友達の情報を悪気がなくて出したんだけれども、その人にとっては不都合な情報だったのかもしれない。そういう件もあるので、無断には掲載しないようにする方がいい。図書館に来たタイミングでこういったのをやってるということで、ちょっと興味がありました。やっぱり気をつけなくちゃいけないと、やっぱり自己防衛でやっぱり自分でやらないといけないということがよく分かりました。